今回バレー指導に生かす教育心理学というテーマで担当させていただく藤沢澄香と申します。よろしくお願いします。うん、一応保有資格を並べたんですが、主に公認心理師として働いてます。で今日内容としてはあの、まず自己紹介させていただいて、教育心理学とは何かっていうところと、 まあとあ学ぶってどういうことかっていうのを心理学的な視点からお話しさせていただいてあとまあ動機づけ主にやる気っていうテーマなんですけど心理学でやる気ってどういうふうに扱われてるかっていうこととあとこう学び方のタイプっていうので学ぶ時にどういうふうに学んでいくかっていうのを改めてあの確認するお時間になればいいかなと思っています。えっと、私自身はあの大学学で幼稚園教諭とと保育士と小学校を取った後 大学学学院でで心理学を学んで今も一応博士課程に在学はしてるんですけど心理師として主に働いてます。であと、まあ、あの心理師以外の仕事としては今年は専門学校であの保育士向けの授業を持っていたりしてます。でも、まあ、それ以外にも今までちょっと研究関連の仕事をしてきました。まあ、あのこれが主に心理学をメインとした経歴なんですけど私はこうもう一つ 経歴があって、あの今プロの競技ダンサーとしても活動しています。今回教育心理学っていう分野でお話しさせていただきます。心理学もいろんな分野があって、まあ、基礎的なものだとこう認知心理学とか発達心理学。 まあ社会心理学ってもうちょっとこう集団に重きを置いたものだったりとか人格心理学と人の性格ってどういうふうになってるんだろうっていうようなものを専門として扱うところもあったりとかまあ今回はまあ教育心理学っていうのでまあ教育の現場とかまあ主に教育心理学自体はこう学校現場に向けた心理学の方法ではあるんですけどまあそこら辺を 今回メインでお話ししていけたらなと思います。でまあ臨床心理学って、まあ、不登校とかうつとかちょっと精神疾患系のあのことを専門にしているところもあります。今日は教育心理学っていうテーマでお話ししていきます。 あの教育心理学っていうのはあの学ぶ存在としての人を心理学の視点から理解して支援するための学問ですで主にこう大きなテーマとしては学びを支えて促すものは何かっていうのと、まあ、子どもの学びを支える教師はどうあるべきか であの、まあ、学ぶって当たり前に日々やってることだと思うんですけど心理学で定義すると経験を通じて得られた行動の永続的な変化、まあ、例えばこう早寝とか早起きとかご飯を食べるとかもあの経験を通じてあの行動が変化していくっていうのも学びですしこういう風な講義を受けて知識が増えていくっていうのも学びという,うに いうふうに考えています。で、あのまあ一番こう。 この心理学教育心理学の大きなテーマっていうのはじゃあ学びを促すのは何かっていうので一般的にはこうやる気って言われるんですけど心理学だと動機つけモチベーションっていう,ふうに言われたりしますやっぱりこう教師側、まあ、学校現場でも教師側にとってはどうしたらやる気を出させられるかどうしたら学びに向かってもらえるかっていうのが一番大きなテーマなのでそこを追求している学問です。 であのまあ、今日はその人はこうどういう時に意欲を持って学ぶのか逆にこうどういう時にやる気を失ってしまうのかっていうところで。